バウアー大炎上。現在バウアー選手は7失点3被本塁打、非常に厳しい状態になってます。藤浪さんには及ばない。うわやべえな。これ広島戦でもホームラン込み7安打食らってた時点で怪しかった。ハメカスは圧倒的ピッチングとか言って現実逃避してたけど、だから黒田や田中レベルだって言ったじゃん。セイバーくらい知っとけよ。これも半分藤浪だろ。巨人 MLB 藤浪防御率14ぐらいだから半分ぐらいだね。藤浪のお返しや。ほぼ同時期に活躍して年齢的にも近い田中マーくらいの成績に落ち着くよ。他球団を助っ人してどないすんねん。新潟まで来てくれかいな。ナンジー7割バワースレになってる。現役バリバリのメジャーリーガーじゃなかったの？日本はメジャーに比べてストライクゾーンが全体的に低い。バッターもアッパースイングのやつはほとんどいないから高めに強い。だから高めのボールはそれほど有効じゃないってことに気づかないとまた打たれるわ。サイ・ヤング賞を取ったメジャー屈指の投手って話じゃなかったっけ。短縮シーズンの際ヤング出したいしたことないわ。ご視聴ありがとうございました。